少子さんが厳選した今週の気になる話題から新作のミニ落語ニュースモール落語をお送りするラジオ演芸金祭亭本日は慶応の正反対パワハラ上等中日立浪監督ですそれではラジオ演芸金祭亭 開演ですえー、それでは福岡の RKB ラジオだからこそできる一席をぜひお聞きいただきたいと思いますが <laughs> あの校長、えー、我が王、OK、慶義,義塾高校の経営 責任者であります理事長が急遽来校なさるというのは何かよほどのことがございましたかねいや教頭先生私もね理事長の来校の目的は聞いてないんですけどえもしや我が校のアメフト部員がマリファナなどはやっておらんでしょうないや校長もちろんそれは100%ありえません 教頭先生。また100%とは、随分と自信があるんですが、<laughs> はい。我が校にはアメフト部はございませんから <laughs> あ。なるほど、そうだったね。えー、失礼します、校長先生。あの、理事長がお見えになりましたので、応接室にお通しいたしました。お、池田さん。ああ、りがとう、ありがとう、えー。ところで、理事長の様子は、どんな感じでしたか え、あの、いつもと変わらず、えー、厚化粧で、品のない色の口紅をなさってまして、<laughs> 悪趣味なアクセサリー、じゃらじゃら、じゃらじゃらなさって、香水がもうきつくってきつくって吐き気がしました。あのね、池田さん。あなた真面目なのはいいんですけど、そこまで描写しなくても、京都先生、それが彼女のいいところなんですから。えじゃあ、あの、大先生、行きましょう。え、お供いたします。 失礼いたします。おえー、おえー、ちょっと、何なのよ、あなたたち。部屋に入るなり。ああ理事長あ。失礼いたしました。あの、実は昨日、校長ともども、えー、PTA の皆様との親睦会がございまして、ちょいっと飲みすぎた。あの、ちょっと二日酔いなんで、失礼いたしました。そういうわけでございまして、理事長。えー、ところで、今日、わざわざ、本校へご足労いただきましたのは、どういうわけで。 あなたたち、今年の夏の高校野球、甲子園大会ご覧になりましたかはい、もちろん、盛り上がってたでしょね私見て思ったのよ。やっぱりね、学園経営には野球ですよ。ねこれからますます少子化が進む中、生徒たちを集めなきゃいけないでしょ我がこの学園、王、OK、慶義塾高校に集めるためには、 甲子園大会への出場、これが一番の近道だと思うんですよ。あのー、理事長、お言葉ですが、昨今、若者たちの野球離れもございますし、あの、サッカーやバスケット、あるいは陸上競技というのを、え、実にあの、運動部、お黙りなさいよ、教頭先生。はい。おい、<laughs> あのね、私決めたの、野球部に予算を集中投下するわ。 考えてもご覧なさいよね。皆様の NHK が一日中放送してくれる青春運動部の大会なんて野球ぐらいでしょ大相撲だって NHK がテレビ中継やらなきゃ15日間ただのデブマニアの集会なんだからね。いやいや、理事長それは言い過ぎから黙ってなさい、教頭先生。えー、では、理事長、具体的には野球をどのように変えていかれるとお考えですか もうね手は打ってあるのよ新しい指導者を招聘いたしました監督お入りください失礼しますおえー、<laughs> いやこの方が我が学園 OK 技術野球部の勝浪新監督ですえ勝浪さんといえば元プロ野球選手のそうですよ野球の名門 LP 学園でキャプテンを務め華々しい活躍のあっと 小日ドラコンズにドラフト一員入団のスター選手です。さあね、勝並監督なら高校野球界にも新しい風を吹き込んでくれることでしょうね。ええ、そんなすごい方が我が校野球部の監督に。では、今年の高校野球で話題になりました。エンジョイベースボールとか、あの、髪型が自由とか、上下関係がなくて、監督のことを部員たちが監督と呼ばずにさん付けで呼ぶといった新時代の野球部を 作ってくださるんですかとんでもないですよ。野球はそんなに甘いもんじゃありません。え、ね、え、髪型が自由なんてありえない。よ。しかし、高校球界に新しい風を。ですから、髪型は全員、ポニーテールです。<laughs> みんなポニーテールです。私のことをね、勝並さんなどと呼ばすだけにはいけませんよ。私のことは、将軍様と呼んでいただきます。<laughs> えー、試合中に笑顔を見せた者には、処罰を与えます。 処罰というのは、あの、監督いいですか体罰は今ダメですから。体罰ではありません。白米を食べさせません。<笑><笑>食べ盛りの子たちにご飯食べさせない。なんという処罰をなさるんですあの、すいません、理事長。本当にこれで甲子園行けるんでしょうか当たり前でしょ、校長先生。ね、勝並監督、我が学園を甲子園に連れて行ってくれますわよね。え甲子園 私が連れて行けるのは、バンテリンドームです。<laughs> ギャラクシー。<laughs> 自分で言ってるよ。<laughs> もう、優勝。優勝。あ KB ラジオで。<laughs> 中日の話題というねえ<ー>、ね、って感じで聞いて <laughs> ただい、まあ改めて聞くと面白いね自分でやっといて言うのもなんだけど <laughs>、はいね、やっぱ自信ネタだしねはいね、はい、ということでえ今週は「金祭帝」はア,アーカイブで聞いていただきました、はい、プロデューサーは幸三郎ディレクターはボン AD はマイヌス わんこ好きのわんこ好きによるわんこ好きのためのスタッフもわんこだらけの尖がった番組です聞くだけでわんことの生活がもっと楽しくなるそんなワンダフルな毎日を過ごしませんか山口玲香のドッグモーニングぜひ聴いてくださいね <laughs>